宇宙飛行士を月へ送ること、巨大ガス惑星に探査機を送ること、異星人へのメッセージを録音すること、 NASA にできないことはありません。1958年に設立された NASA はこの分野で主導的な役割を果たしている機関の一つです。しかもとっても太っ腹。 NASA が望遠鏡で観測した写真や映像は全て著作権フリーで公開されていて、自由に使用することができるのです。さすが全てのもののための利益をモットーにしているだけのことはありますね。皆さんこんにちは。 NASA にはプロジェクト実現のため莫大な費用が投じられています。例えば2019年の予算は215億ドルに上ります。私たちがハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された遠い銀河の画像に見とれたり、火星探査機キュリオシティの探索を見守ったり、ニール・アームストロングの名言「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが」をいつでも引き合いに出せるのはまさに NASA のおかげなのです。ではこの先はどうでしょう。今後 NASA はどんなプロジェクトで私たちを楽しませてくれるでしょうか。こちらはトップランキングです。皆さんはこういう疑問を間もなく解決できるということです。興味が湧きましたか？それでは始めましょう。エウロパクリッパー。2020年代の半ばに NASA は惑星探査機の打ち上げを計画しています。宇宙の中で私たちは孤独な存在なのかといった疑問に、この探査機はまた答えを探してくれるでしょう。エウロパクリッパーは氷の殻で覆われた木星の衛星エウロパを調査するために送られます。生命の誕生がそこで可能かどうかを確定させるのが目的です。何キロメートルにも及ぶ氷の層の下には海が隠れていて、海底では生命体にとって不可欠な熱を与えてくれる熱水循環という現象が起こっている可能性があります。誰かいますか？エウロパクリッパーはこう呼びかけながらエウロパを45周する予定です。この探査機は最大でエウロパの上空 25km にまで降下します。エウロパのそばを通過するたびに探査機が軌道を変えることで、この衛星のほぼ全ての地表をスキャンすることができます。調査を行うにあたってエウロパクリッパーにはエウロパの地形画像を入手するための解像度の高いカメラと分光器、それに氷の層の下にある液体状の水を探索し、温度を計測するための特殊なレーダーが搭載されます。端的に言えば、もしそこに微生物がいるとすれば逃げ場はないというわけです。生命の兆候を探す以外にも、エウロパクリッパーには将来着陸船を送り込む場所を選ぶという課題が与えられています。ミッションの開始はおそらく2025年以降で、探査機が木星周辺に到達するのはその7年後となる見込みです。ですからポップコーンを買いだめするにはまだ少し早いかもしれませんね。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。古き良きハッブル宇宙望遠鏡は1990年から軌道上にありますが、いずれはリタイアすることになります。このハッブルに代わる望遠鏡がアポロ計画で主導的役割を果たした NASA の長官にちなんで命名されたジェイムズ・ウェッブです。ジェイムズ・ウェッブはハッブルによって開始された研究を引き継ぐだけでなく、新たな課題にも挑みます。この望遠鏡は赤外線地域で宇宙を探索することで遠方の古い天体を捉えることができます。そのため研究者たちはこの望遠鏡を利用してビッグバン後に形成されたファーストスターや銀河から光を観測できると期待しています。なんだか望遠鏡というよりタイムマシンみたいですね。ジェイムズ・ウェッブに与えられたもう一つの課題、それは太陽に最も近い低温の恒星の周辺にある太陽系外惑星を探索することです。これらの惑星の表面温度は300ケルビンを上回ることはありません。つまり地上によく似た温度条件を持っているのです。この望遠鏡はこれまでに他の宇宙望遠鏡や地上観測所が成し得たことのない系外惑星が持つ衛星の観測をも可能にします。またジェイムズ・ウェッブは太陽系内部でも活躍するでしょう。この望遠鏡は木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスといった水の惑星からも目を離しません。ジェイムズ・ウェッブは巨大な黄金の蜂の巣のような見た目をしています。この複雑な構造物は面積が25平方メートルの鏡で18枚の独立したセグメントからなっています。要するにジェイムズ・ウェッブはすごい装置で、あとは運用開始を待つだけなのです。打ち上げは2021年の春を予定しています。固唾を飲んで見守りましょう。Mars 2020、火星を一人ぼっちでさまよう探査機キュリオシティはきっと寂しいに違いない。 NASA の専門家たちはそんな風に考え、 Mars 2020という仲間を送ることにしました。 Mars 2020は先輩の探査機と似ているところも多いのですが、この新たなローバーでは車輪部分がさらに丈夫になり、装備も改良されています。例えば Mars 2020は解像度が向上したより高性能のカメラを備えるとともに、かつてキュリオシティが粉状のサンプルしか採取できなかった岩層から筒状のサンプルを採取するために強力なドリルが搭載されます。採取されたサンプルはローバーによって全て同じ場所に積み上げられます。将来これらのサンプルは回収され、地球に届けられることになっています。その他にキュリオシティにまた新たな仲間が加わります。それは初の火星無人航空機です。この航空機の課題は惑星探査で飛行機がどれほど有効なのかを確認することです。Mars 2020はかつて火星に存在したであろう生命の痕跡を捜索する予定です。そのため数十億年前に三角巣があったジェジェロというクレーターに着陸します。また Mars 2020にはさらにもう一つミッションがあります。それは将来火星に入植する人々にとって火星の塵がどういった危険をはらんでいるのかをチェックすること、そして大気中に含まれる微量の酸素の抽出を試みることです。これもまた将来的に役立つことでしょう。火星探査機の打ち上げは2020年夏に迫っています。そして着陸は2021年には完了する見込みです。月軌道プラットフォームゲートウェイ、もし私たちがもう一つ宇宙ステーションを持ち、それが地球の上空ではなく月周辺を飛行するとしたらどうでしょう。それを使えば私たちは月探査機やランダーをスムーズに管理できるし、地球に向けて飛んでくる小惑星を追跡したり、ゆくゆくは月面にある氷から水を採取したりすることもできます。それにこういったステーションは火星有人探査のためのトレーニング場にもなり得るでしょう。それこそが月軌道プラットフォームの建設プログラムに NASA が本気で取り組んでいる理由です。建設はまず発電設備から始められ、その後住居モジュールがドッキングします。住居モジュールには同時に4名までが居住可能で、滞在期間は1から3ヶ月間の予定です。実は根本的な問題が一つあります。それは放射線です。国際宇宙ステーションの宇宙飛行士たちは地上の人間が1年間に受けるのとほぼ同じ量の放射線を毎日浴びています。これは地球の磁気圏に守られている時の値です。一方月周辺では磁気圏の効果は期待できないため、さらに強力な放射線にさらされます。つまり放射線からしっかりと身を守る術を持ち、太陽フレアの監視を行う必要があるのです。月軌道ステーションの乗組員にとって深刻な危険をもたらす可能性があるからです。とはいえ全体としてこれらの問題はどれも解決が可能です。それに NASA はステーション建設前に当然大規模な準備を行うでしょう。全てが計画通りに進めば第1弾はおそらく2021年から2022年には打ち上げられる見込みです。アルテミス、NASA による月関連の計画は月軌道ステーションだけではありません。NASA は再び月面に人類を送り込もうとしています。アポロ計画陰謀論を支持する皆さん、チェックメイト。今後、月面の探索には初の女性メンバーも加わる予定です。乗組員は強力な重量級ロケット SLS と宇宙船オリオンで送り込まれます。宇宙飛行士たちは例えば月の南極といった月面の新たな領域の調査が可能になります。すでに2022年か2023年には乗組員を乗せた初のフライトが計画されていて、月軌道プラットフォームの準備が整い、課題が軽減される2024年には初めて人間を上陸させる予定です。宇宙飛行士たちが月面で最初に過ごす期間はおよそ1週間です。ニール・アームストロングが立てた旗と一緒に自撮りをお願いすることも忘れてはいけませんね。着陸が無事に成功した後、NASA は月面に常設の基地を建設する計画です。この基地もまた火星に同様の基地を作るための練習台となります。でもそれはまた別の話。今回はこれでおしまいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。皆さんもお分かりのように NASA の計画は本当にグッときますね。近いうち宇宙開拓の歴史的瞬間が何度も訪れ、私たちはその証人になることでしょう。いつか火星でバカンスをするときに、その様子を孫たちに語ってあげたいものです。それでは今日はこれでお別れです。またお会いしましょう。さようなら。